私アミティ。素敵な魔導士になるために魔導学校で勉強中なの。でも今日はのんきに勉強なんてしている場合じゃないみたい。というのもアコール先生の大切な飛翔の杖がなくなったらしいの。それで見つけてきた人には何かご褒美があるって言うからみんな張り切ってるのよ。もちろん私もね。こんにちはアミティさん。やあラフィーナ、君も杖を探しに行くの？ええ、もちろんそうよ。じゃあ一緒に行こうか。何を寝ぼけたことをおっしゃってますの？ほえ？ライバルは少ない方がいいに決まってるでしょ。あなたにはここでおねんねしていただきますわ。
とそこのダッサい格好したあなたムカダサいとは失礼なあらダサいものダッサいって言って何がいけないのかしらムカムカちょっと怒っちゃったぞわっはっはっは悔しかったらあたしとぷよぷよ勝負よはい
やったな。Okay.